福祉蒼太は、日本の俳優、東京都出身、ケンオン所属、免王 N スタイルのメンバー。友人の付き添いで初めて渋谷に行った際、声をかけられて撮影された写真が、雑誌に掲載される。2010年にその写真を見た、ケンオンの担当者にスカウトされ、同年9月から、ケンオンに所属する。2011年1月、三崎ナンバーワン。て、俳優デビュー。 同年9月より、仮面ライダー・ホーゼの主人公、木更木玄太郎役で、テレビドラマ初主演、放送開始前の8月に公開された、劇場版仮面ライダー・オーズ・ワンダフル将軍と21のコアメダルで映画初出演、12月に公開された、仮面ライダー・仮面ライダー・ホーゼオーズ・ムービー対戦メガマックスで映画初主演を、務める。オリコン調べによる、二千十三年、 上半期ブレイク俳優ランキングで1位、2014年ブレイク俳優ランキングで第1位にランクイン。2015年7月期の恋中でフジテレビ月9初主演。中学までバスケットボール部、高校からダブルダッチ部に所属。憧れの俳優は香川照之及び V6 の岡田純一。目標は時代劇などにも出演し、 香川のように幅のある役者になること。デビューから3ヶ月後に仮面ライダーホーゼの主役オーディションにて約3000人の中から抜擢された。その中には歌、星健吾役で共演する高橋達樹がいたが、最終面接で相手を選んで行う。審査の際には福祉が高橋を選び、一緒に渡されたお題のセリフで掛け合いをした。 劇中の髪型が印象的すぎて普段の髪型では玄太郎だと気づかれないため子供に声をかけられたことがほとんどない。特技はバクテンと英会話で英検2級を所持している。第9回ローマ国際映画祭では英語のスピーチを披露した。主演作は作品名と役名を太字で表記。ありがとうございます。